こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。バウジョデキチ見てます。そう、今日はちょっとご質問にね、お答えしていきたいと思っています。基本的には私質問に答えたりしないんですけど、なんだっけ、当時のライブの時にね、ちょっとご質問募集したので、それ少しお答えできるところはやっていこうかなと思っています。騒がしいな眠いんだと思うね。そしたらまずぼーっとしてる時に、いろいろ思考が出てくるっていう方がいたんですけど、そういう思考ね、が出てきた時はこれどうすればいいか。まあぼーっとした時にいろいろあでもないこうでもないって出てきた時はそれを書き換えていくって感じですね。ブロック解除とか統合のワークで、その出てきたもなんかこう今子供うるさいなとかさ、今思ったとしたらこれを書き換えちゃうんですね。で今電球がついてて、でそれを新しい、静かになって、まあ今ねこういう感じで意識を向けて書き換えちゃうみたいにすると全然気にならなくなっちゃうんですね。こんな感じで書き換えるといいと思います。あとはエイブラハムの感情の22段階で、まあ安心ほっとするリラックスっていうのが、真ん中あたりだったっけな、になるみたいなんだけど、でそこから、まあ、その上の方になかなか行けないっていう、まあ、愛とかだったっけ、喜びとか、そう、それについてどういうふうにすればいいかってことなんですけど、基本的には安心ほっとするのところが一番いいというかね、それでいいと思うんですよ。それやってればいい。あとは、この、その上っていうのは何なのかっていうと、オーダー出すときとかがな、やっぱりこう、喜びとかさ、ちょっとワクワクみたいな感じですけど、それは、その時に出せばいいと思うんですね。ただそれ以外のところは大体その安心してればいいと思うから、この22段階の上に行こうとするんじゃなくて、安心リラックスをやっぱ心がければいいと思います。ここはだからちょっとなんだろうな、そうしてます。この上が何だったかちょっと忘れちゃったまあそれやってればいいと思います。じゃあ次、神社仏閣について、あとお墓参りとかについてどう思うかっていうのを言っていただいて、そうですね、全部私は好きです。お寺に行くのも、あら、ソニちゃんおいで、ソニちゃん、ソニちゃん、いいのです、優しいよね、こうやってやって話聞いてて、いつも一生懸命、息子たちの話し相手にやってくれて優しいでしょね連れてってくれた優しい。神社仏閣について、そうですね、全部好きなんですけど、お寺とかそういう参拝とか今流行ってるのかな。前はなんかすごいそういうなんていうの、ここに行くとかそういうのは全然ないんだけど、行ったらこうやって手合わせるのも好きだし、お墓も参りも行ったらやるみたいな、豆には全然行かないって感じですね。でまあ神社とかに行くと何がいいかっていうと、やっぱエネルギーかな。そこに結構エネルギーが、純粋なエネルギーがあったりするから、それに触れることによって結構自分自身が覚醒したりとかね、はあるかなと思うんですけど、基本的にはなんかその神様とか、そのエネルギーかな、やっぱり宇宙エネルギーみたいのがあったりするとは思うよね。でも基本的にはそこに行ってみんなの光の柱を下ろしてるとは思いますね。だから神様にお願いって言ってるんだけど、実は自分自身も神みたいなもんだから、 そこで光の柱を下ろして、他の人にも貢献したり地球に貢献したりしてんじゃないかなと思ってます。お墓参りもそうだね、特別感はないけどね、だから行きたければ行けばいいし、行かなくてもいいんじゃないかって思ってます。私は行きます。お兄ちゃんの墓とかね、おじいちゃんかのやつとか、行ったりしますね。次、
安心リラックスとかよりも感謝することの方が楽なんだけどっていうお話、書いてある方がいて、そうしたら感謝すればいいと思います。自分がやりやすいことだよね。結局同じ波動なんじゃないかな、感謝とかも、うん、だから形に全然とらわれなくていいと思うから、なんか感謝する方がいいなと思ったら感謝すること、ただなんか自分にちゃんと感謝してあげるようにね、外ばっかりになりがちかもしれないから自分に感謝するようにしていくといいんじゃないかと思います。次ね、目の前の人の余命を宣告されて、まあその全てのね出来事は自分が映し出しているっていうことを私もお伝えしてますので、これも自分が作ったものなのかっていうことなんですけど、人のことに関してはやっぱりその人のまあ、ことって感じですね。こう余命とか生死に関してはね、やっぱり何て言うのかな、自分が映し出してるっていうこととちょっとこのことに関しては切り離した方がいいと思います。その人は体験したいことを体験してたりするから、その余命を受けた人ってことね、だから例えば私のお兄ちゃんの場合だと、まあ、亡くなる前にさ、やっぱりいろんなヒーリングとかさお願いしたり私もしたりいろいろしたんだけど、お兄ちゃんのやっぱり魂が次の次元に行きたいっていうのをすごく強く出してたんですよね。だからこれはもう彼がもう決めてるから、こっちが何をしたって無理なんですよ。無理だってことがもう本当それで分かって、だからね、苦しいとかさ、なんていうの、もっと生きてたいってさ言ってたとしても、その人の魂がやっぱり望んでる方になったりとか、あとはそのカルマとかね、そういうことである程度そういうのはもうその人のことだから、こっちがどうやって思っても無理なんだなっていう感じで、まあ思ったっていう感じですね。だから自分がそれを映し出してるとか、もうそういうこととはちょっと切り離して考えた方がいいと思います。カルマ、相手のカルマっていう感じかな、相手が決めてきてるっていうことだから、そうやって思ってます。あとは、おもらしする娘さんがいて、誰かにこう第一チャクラとかを意識するといいとかなんか言われたけど、あきこさんどう思うかっていう話だったんですね。で、これは、まあ、じゃあ自分が何ができるかっていうことだと思うんですけど、このね、まあ、おもらししてることとか何をするかっていうことを考えるよりも、こういうことに関して意識を向けないってすると多分良くなっていくんですよね。だからおもらしを良くなってほしいみたいな感じで、そっちに意識向けてると治るものもなかなか治んなくなるんじゃないかなと思うので、意識を向けないっていう風にしていくのが一番良くなっていくっていうことが、まあ、宇宙的にはねそういう感じになりますね。だから第一チャクラに何かするとかあれするこれするっていうよりも、意識向けないっていう風にしていただくといいと思います。これはだからいろんな病気とかもそうだよね、やっぱり、と思います。じゃあ次、アガスティアの葉についてどう思いますかってやつね。アガスティアの葉っていうのはインドにある、南インドのね聖者がやね、アガスティアっていう、ね、聖者がいて、その人がこうパームリーフ、パームの木ってあるじゃないですか。パームの木の葉っぱにこういろいろこうその人のなんていうのかな、いろんなことを、まあ、一生みたいのをね書いてくれてるんですよね。それをね私も見に行ったことがあるんだけど、これ何なのかっていう話ね。南インドに あるんですよ。私も実際南インドに見に行ったんだけど、これはねアカシックレコードだと思うね。アガスティアが多分アカシックレコードにアクセスしてたんだと思うんですよ。アカシックレコードにアクセスしてて、でそれを、その1万年ぐらい前、何万年だっけちょっと忘れちゃったけど、何千年か分かんないけどアクセスして、でその葉っぱを見に来た人のことをこう書いてたんじゃないかなと思います。でこれはねやっぱりなんでそういうことアガスティアやったかっていうと、やっぱり目に見えない世界のことを伝えたかったんだろうなっていう感じしますね。面白いよね。みんなね興味があったら見に行くといいと思うし、日本にもそういう業者があったりしますから、
ただ今現在はそうだね、あんま必要ないんじゃないかと思う。私もなんか大した内容じゃなかったから実際もっといいのかもしれないけど、私はあんま大した内容じゃなかった。ブログにも書いてある。うん、そんな感じね。じゃあ人に対しての引き寄せ、好きな人とかね、好きな人を引き寄せたいんだけど、片思いの人をどうやったら振り向かせられるかみたいな、安心リラックスしてれば片思いの人は振り向いてくれるのかとかね、そういうのがあったと、あったんですけど、人に対しての引き寄せできるんですけど、この人とかね、片思いの彼じゃないとダメってやるとね、すごい執着になっちゃうから、この人みたいな人みたいな感じだね。だからすごい好きな人だとすると、どういう人かだね。これぐらい背が高くて、こんな感じのルックスで優しくて包容力があった、別にそんな細かくやんなくていいや。なんて言うんだろう、優しくて包容力があって、自分のこと大事にしてくれて、でなんて言うのかな、おお、ネワシャボン、分かった、うん、分かった、はいはいはい、大丈夫だよ、よしよしよし、うん、分かった、そうそう、ちょっと待って、ちょっとあと最後だから、うん、分かったよ、うんうんうん、すいません、そうそう、そうやってね、やっていくと、うん、バイバイ、バイ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 、そう、そうやってやっていくと結構できますから、うん、人に対して引き寄せするときはちょっとね、その人みたいな人っていう感じで、その人ってやると執着になっちゃうから、この人っぽい感じの、なんていうのかな、こんな感じの人がいたらどんな気持ちか、自分のこと好きになってくれたらどんな気持ちかなってやると、ひゃーみたいになるじゃないですか。そうするとその人が引き寄せられるかもしれないし、違う人になるかもしれないしっていう感じになるから、そう、こんな感じでやっていただくといいと思います。はい、ではまた撮ります。バイバーイ。すいません、騒がしくて。ではでは。